ペリー、土屋の車の話。ペリーさん、ちょっと私嬉しいことが一つありまして、番組にお便りが届いております。おこれちなみに30代男性の会社員の方からお便りいただきまして、妻と子供の3人暮らしです。車の購入を検討しているのですが、ファミリーカーでは物足りなく走りも楽しみたいです。今買うならまあこれがおすすめというファミリーカーを教えていただけないですかというお便り来てます。ヨーロッパだとセダンっぽいあのハイウェスターみたいな、あとワゴンとかそういうのが主流じゃないですか。日本はミニバンが主流じゃないですか。だからミニバンを言ってんのかな。いやでも、いやでもお二人が思うおすすめのファミリーカーってことだと思うんですよね。あ、これはねちょっとね、やっぱそうだな。走りも楽しみたいとおっしゃってるので、走りも楽しみたい、走りも楽しみたい、走りも、走りって今割と日本車いいですよ、うんうん、僕はね、ファミリーカーって言葉もミニバンって言葉もあまり好きじゃないんですよ、何かっていうと、ファミリーカーなんてカテゴリーありそうでないじゃないですか。漠然としてる。車に乗ってその家族3人が楽しめばいい。確かに。それが実はファミリーカーなんです。確かに確かに。そう考えると私はですね、4シーターのオープンカーがいいと思います。多分その方年収1000万ないと思うんですよ、まだ若いし、そうすると300万円ぐらいで買えるやつ。あね、だいたいそうですよね。まあ、1000万も出せるわけないから、で300万円ぐらいだったら、私だったら BM の4シーターのオープンかベンツの4シーターのオープンのちょっと安いやつを買いますね。高い、まあ、でもね、あるんです。え、30代でしょ。30代会社員の男性です。で年収5、600万だと思うんですよ、そうしたら、それは高いと思うね、維持費が。じゃあどうしたらいいですか。いやなんかね、僕は嫌なんですよ、そのなんかワンボックスカー乗ってさ、幸せそうな人を見るの。いいじゃないですか。卵とか投げたくなるんですよ。何そんなんで幸せになってた。スケールが小さいじゃないですか。雨降ってきたらやっぱね、じゃあステージレインコートしてもうオープンカーで走ったら面白い。まあ、そのぐらいの方がパパ頑張ってるって感じがしていいですよ。おちょっとお前、雨降ってきたらみんなレインコート着ろって。だからそういう、もう奥さん激怒りだと思います。いやそんなことないですよ、やっぱりそういう。いや嫁怒る、いや絶対怒る、いや嫁怒る、雨降ってきたからカッパ着ろって言った。いや嫁怒る、絶対怒りますよ。いやそんなことないですよ。うっさ、昔僕ね、女の子、うちにあのトライアークのスピットファイアがあったんですよ、僕は大学生、うちの兄貴が乗ってたんですよ、僕夜中にそれに乗って、女の子ナンパしたんですよ、青山で、でその子と海まで行ったわけ、で朝方でイチャイチャしてて、で帰ろうかって言って、雨降ってきた、して、まあ、兄貴のスピットファイアってボロだから、まあ、昔だからね、あの第三京浜走ってたらバーンと屋根が吹っ飛んだの。うわーっつって雨降ってきた。でその女の子は必死になってこうカッってやってくれて、でねこう持ってくれてるんです。ねで持ってくれて俺が運転したわけ。そうするとね、こうここのところに雨の雫がね、脇の下へ来るわけ、で脇の下のところに雨がたまるんだよ、雨のこう。それを見てね、いい子だなって。だからそれ、だからそれはね、あれがね、普通の車ではそう思わない。この子オープンの乗って、俺の壊れたオープンの屋根を、だから寝てないんだから朝まで。もうめちゃめちゃ大変じゃないですか。大変だけどこうやってやってる。このままうとうとしてるんですよ。めちゃいい人ですね。なんかいい子だったんですよ。ねえ、どうでもいいけどさ、前置き長くないこれ。もうちょっと行こう。先行こう。そうしましょう。今回のゲストはですね、先週に引き続きまして三岡自動車の三岡会長、そして今回はデザイナーの青木さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。テリーさんは青木さんとは認識が。そうですね、青木さんがですね、まあ、あのオルチョを作った時に、あのそれこそモーターショーでお会いして、何度かお会いしてるんですけど、こんなかっこいい車を作った人はどんな方かと思った時に、青木さんがですね、また生きがったんです。当時はロック T シャツ着てね、体中ザラザラしてて、その時に青木さんがね、
ものすごく情熱的に喋ってたわけ、はい、この僕のこれ、このこのこれって、その時に本当にね、あ、この行列は多分大きなメーカーの人にはない、あのなんか熱いなんか思いなんだなってことを感じて、だからすごくあの時にこういい賞を思ったんですよ。今日はちょっとつまらない大人になってしまいました、ね、だからすいません。スーツ着てるからさっきマスクしてスーツ着て挨拶された時、俺一瞬誰だか分からなくてあ、そうだ、青木さんだって後で気づいて、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。送ったデザインについて、まあ、言われたんですね。お前ふざけるなと、うん、こんなお前フェラーリやランボルギーニの慣れの果てみたいなのも書きやがってと、うん、もう、 うちはこんなものいらないんだと、うん、で先ほど会長がおっしゃったように、まあ、今思うとこんなぼんやりしたオーダーでよく書けたなと思うんですけど、とにかくフェラーリとランボルギーニ隣に信号で並んだ時に勝ちたいなよって言われたんですよ。それが自分の中のオロチを作る最初のなんか最初のデザインのコンセプトとか、はい、フェラーリ、ランボルギーニに勝ちたいという、はい、その勝ちたいってなんであれがオロチが出てきたんですか。はい、あのその時勝ちたいとおっしゃったのは僕も分かったんですよ、うん、あ、分かると思って、うん、僕にとってはフェラーリとかランボルギーニって世界中の誰もが認めるかっこいい、速い、うんうん、もうモテる、うん、三大要素を持ってるわけですね。それが腹立つんですよ。ああ、いいね、いい。でそこに会長の勝ちたいっていうのが、うん、なんとなく、あ、分かると思って、だったらみんなが認めるものじゃなくて、自分たちのなんかその心の奥にある少しこう、まあ、ダークな部分っていうか人間 の、 その本性みたいな、ちょっと恐怖を感じるようなとここそ本当の魅力があるんじゃないかなと思って、まあ、ヘビとかロックが好きだったので、まあ、そこにちょっとこう自分のイメージ心を、まあ、持ってった引っ張られたっていうか、それで最終的にあのデザインになってたんです。わかるわ。オルチっていう名前は誰がつけたんですか。オルチは、はい、私。じゃあもうオルチという名前をイメージしながらデザインをしていったってことですか。まあ、デザイン書くときにはやっぱりこう命をこう、吹き込む感じがあるので、うん、常に何かネーミングはこうリンクしながら書くんですけど、うん、最初は最初は大蛇に取ったんか。はい、あの、うん、大蛇だった。大蛇、大蛇ですね。大蛇、大きなヘビですけど、うん、そういえば昔聞いたことがあるヤマタノオロチ伝説というなんか昔話でおどろおどろしい8つの首のある、で最初はカッコつけて横文字でなんとかスネークとかなんとかコブラとか考えてたんですけど、あのデザインに当てはまらないんですよね。軽い。なるほどなるほど。軽い。軽い。で大蛇と書いてオロチ、ヤマタノオロチっていうのがそのドスンとしたこう言霊みたいなのが、あのデザインにはまったので会長にあのオロチでいきますというふうに今報告しました。あの今回はですね、オロチ の、 そのデザイン画を実際に持ってきていただいているんですけれども、はい、見せていただけますか。はい、今回はあの、まあ、こういう話聞いたので、まあ探し物してたらそのオロチになる直前のスケッチとかそういうのが出てきたので、そうですね、初期の、はい、まあアイデアスケッチと言いますけど、はいはい、まあとにかくその、これは例の世田谷で描いたんですね。世田谷で窓に落としながら窓ない部屋で、はい、あまだイタリアのピアノアルファロメオ の、 あのグリルついたのなんとなくそうですね。この順番まだ硬いですよね。まだちょっとこう硬いですよね。そうやね。あ、オロチっぽくなる。これも最初からミッドシップっていう考え方で、もちろんそうですね。ね、あ、僕らの手元はもうすごいの。ちょっとフガッティっぽいですね。ね、これもいいの。この辺でかなりちょっと動物的な感じが出てきて、うんうんうん、まあ
これのちょっと違うバージョンみたいな。なんだかこの時にもうヘビの、これヘビなんですけど、ヘビのイメージがあのここに目玉がついてたり少しできてますね。ああかっこいいな。なんかちょっとタイトルみたいなネーミングを少し入れてみたり、あのスケッチなんで行ったり来たりしますけど。なるほどね。ここでここら辺がもうね、これあの拡大コピーしたやつなんです。あのサムネイルスケッチといって、あの小さく描いた絵をまあコピーでギュッと大きくするんですけど、小さいのを描いた時にあ来たと思ってすぐコピーで大きくしたものです。だんだんもうあの余計な線がなくなっていった感じで、最終的にはまあしっかりした保安基準に準拠した形に、まあ、なっていったということですね。いやすごい素晴らしい。これで何年ぐらいかかってるんですか？1ヶ月か2ヶ月ぐらいですかね。まあだから僕らのイメージからすると三岡自動車の車って、うん、速さだとかコーナリングだとかそういうんじゃないんですよ、うん、見た目で乗るっていう人が多い。そうですね、楽しいスーパーカーなんですけど、そう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 、それ以上ないです、うん、はい、だから自分とは走るとか曲がるとか止まるそのスピードということは全然考えてませんから、うん、だけどそこそこにやっぱり走ってくれないとやっぱりつまらない、うん、それ十分ですもんね、うん、テリーさん、土屋さん、プロレーシングゲーマーの山田です。今日は富山県の三岡自動車さんの本社兼工場に来ています。今日は三岡さんのお車を作っている工場を見学させていただけるということで、早速見ていきたいと思います。はい、ということで山田さん、バラバラの車が出てきたんですけれども、はい、こちら一体どのような工程なんですか？こちらはあの分解という工程になります。で、ベース車をまずバラバラにしちゃう工程になりますね。なるほど。こちらで分解をする理由っていうのはちなみにどのようなものなんでしょうか？まずですね、次の工程に溶接というものは控えてますと、その後、塗装が控えてますので、まず全塗装をすることになりますので、あのドアノブだったりあの必要な部品が外れてないとうまくの塗装ができませんので、そのあたりの下準備も兼ねてバラバラにしちゃいますね。はい、ということで、もうものすごい音が聞こえてきたんですけど、はい、あちらに今溶接ですか、あれは。先ほどの見た車とはだいぶ形が大きく変わりましたね。そうですね、もうビュートになるために作られた外反のパネルを溶接して、もうあのビュートという形により近づけた状態になりますので、全部徹底溶接でやってますね。こちらの溶接って全部行うとどれぐらいのお時間がかかるんですか？まず溶接の準備から始めて丸々1日作業になりますね。丸々1日、はい、続いての工程にやってきました。山根さん、だいぶ車の雰囲気が変わりましたね。はい、ですね、こちらはあのもう塗装直前の車になりまして、はい、先ほど溶接した段階では凸凹がやっぱりボディの全体でありますので、縦で、成形してそこを、まあ、あの作業処理しまして、下地塗装の下地が今完了している状態になります。なるほど。山根さん、いい色になりましたね。はい、こちらの工程はどのような工程なんでしょうか？と全塗装が終わった工程になりまして、でその後組み付けに入っていきますというところで、今ちょうど作業途中なんですけど、まず先に分解で取り外した部品を戻していく工程になりますね。なるほど。このまま作業が進んでいきますと、ドアが戻っていったり、あとは新たにビュートになるためのトランクが付けられたりしていきますね。ということで、これまでたくさんの工程を見てきたわけなんですが、ついに最後の工程ということで、山根さん、こちらは最後の工程ということなんですけれども、どのようなことをしていらっしゃるんですか？はい、まあ、全体的にあのボディの不具合がないかというところを見ていただいて、であのこういう細かい装飾品ですね、はい、モール類だったりあとエンブレム
ていうところの最後の仕上げの工程を行った後に、ボディの磨きだったり確認を行い、最後出荷前の完成チェックを行います。この工程で一番こう重要視されていることっていうのはどのようなことなんでしょうか。そうですね、2点あると思うんですけど、まず塗装面ですね。塗装に不具合がないか、ゴミやへこみだったりとかっていうところをまず見てもらっているところと、あとはまた別でもう1点の方が、取り付け部品に不具合がないか、付くべきものがついているかっていうところの最終確認も兼ねてやってもらってますね。なるほど。ここから完成したお車が出荷されるということなんですね。そうですね、はい、手間暇かかってますね。手作りですね、これね。でも結構バックオーダーとか抱えてるんじゃないですか、今。1年分ぐらいでもあるの。バディが2年ですね。え、2年。ビュートが今10ヶ月ぐらい。ビュートでも10ヶ月もあるわけ。あえて手作りで今後もずっとやっていくっていう。そうだね、この少量生産ってやつはやっぱりそれなりに持続して行きたいと思いますわ。でも今度は経営者が変わってきたりすると、どっかでまあ爆発して大量生産やるという人も出るかもしれませんけど、今はないですね。青木さん、折るっていうね、大きな仕事したじゃないですか、はい、次はどんなデザインの目標があるんですか。はい、まあ、この日本で唯一の、まあ、世界的に見ても珍しい、事業を、進む会長が作られて、まあ、それを継承して、作ったのが2018年に出したロックスター、そして昨年出したバディなんですけど、これまでの三岡自動車を買ってくださったお客様と違う層のお客様からも、非常に、買っていただいた現象がある。アメリカンテイストですよね。そうですね、で会長が作られてきた、かわいいクラシカルな車と、今の、車を実際に乗って生活の中で使うユーザーの、例えば美意識とか価値観とかそういったものは少しやっぱりギャップがあるはずなんですね。そういった今現在生活している、またはこれから生活される車を使うユーザーの方にやっぱり、あ、三岡、さすが三岡だなといういつもこうびっくりしてもらえるような車を作り続けたい、そういうふうに思ってます。なるほどね、素晴らしいね、はいはい、じゃあ会長、で近々ですね、富山に行ってもつまんないんで、土屋さんと六本木遊びに行きましょういろいろ質疑したありがとうございました。ありがとうございました。フルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。